僕が若者というなで呼ばれ始めて、そして今になるまでつぶやきあるいは叫び続けた言葉を今言おう。何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことないかな。誰かが僕にお前にとって青春とは何だと尋ねても、僕には答える言葉がない。ただこう言えるだけさ。何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことないかな。僕が若者と呼ばれなくなって、何より暮らしが大変になったら、こんなのんきなことばかりは言っては行けなくなるのでしょうか。それとも僕が年老いて今この世を去ろうとする、その時にも寂しく僕は言い続けるでしょうか。何かしとけばよかったと、何か何か何かいいことないか、何かいいこと出てこい、これそらこの僕の目の前に何かいいこと残った、命も遠くはない。僕にはかけがえのない恋人がこの世にただ一人だけいる。それなのにやっぱり歌っている。何かいいことないかな。13、14、15、6の時の僕はバスケットに全てをかけてたつもり、それだけが生きがいのつもりでいたが、やっぱり何かが足りなかったよ。僕は今歌うことが全てのような生きがいのような面をしてるけれど、やっぱり何かが足りないよ。何かいいことないかな。僕の中の歯車が狂ってる、緩んだネジがあるみたい、錆びついてるところが